19日、まさに今日なんですよ。今日じゃないですか。本家のセリフという、はいタイトルのライトノベルが出ます。おー、帯がこれ、室津吉さんじゃないですか。そうですね、室津吉。テレビを通して、言ってくれた。言ってくれた。なるほどね。はい、ええやつですよ。獣のフレーズ2、見てますか？そもそも、あれ以来。あれ以来。あれ以来、あの時、なんだか、あ、見ますわ。はいはいはい。見ました。みんな言ってましたよね。言ってました。はいはい。僕に関しては、皆無。なんでなんですか？プルルがね、シクタちゃんが出てくれって。そうそうそう。見てください。言ってましたよ。今でも佳境なんで、これまさに言えるんですね。昨日が10話なんで。はい。ぜひ見ていただきたい。今からでも、はい、間に合いますね。はいはい、七木さんも、見てるかもしれません。見てください。ただ僕はあの話題になってるしての答えがここに書いてあるんです。全く書かれてないです。アンサー本じゃないんです。脚本家のセリフです。脚本家のセリフ。ライトノベルですから、そもそも。はいはい。純粋な、はいはい、脚本とかでございます。でもなんか、編集部の方も多分そういう方向で売りたいんやろな。ああ。なんかね、誤解。そうなんです。で、作品として楽しんでいただければということですね。ちょっと、例えが悪いですけど、はいはいはい、又吉君の火花という作品の中で出てくる主人公の人たちは、いろんな芸人のエッセンスを与えてるから、誰かがモデルというわけではございませんよ、みたいな。一番いい説明だと思います。ここで聞くにあたり。ここに聞く。今、吉本本線撮ってますから、はい。いろんな人に聞いた現場というののエッセンスが。エッセンスは入っていく。アニメ制作スタジオとか、まあ、いろいろ様々な。そう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 。それこそ佐藤さんは多分、はい、あの読み上げるとなんとなくなんとなく分かるんじゃないかと、はい、でもイラストも素晴らしい、ね、そうなんですこのユウさんという方が、はい、実はライトノベルのイラストを描かれるのは初めてらっしゃって、でも本当に僕はありがたいなと思います。すごい雰囲気も合ってますよね。可愛いんですよ。可愛い。さえちゃんと、さえちゃんっていう綺麗な絵です。ぜひ見てほしいです。はい、今日から、はい、発売日、はい、お買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。本館のセリフ。